こちら夜行探偵事務所ですけど、ご用件は？諸君、ご苦労。全員揃っているな。ふん、生き残った探偵はこれだけか。想定より少ないが、顔ぶれを見る限り不足はなかろう。なんだか偉そうだな。誰だよ、このじいさんは。さあ、俺も初めて見るよ。今までの連絡役とは別人だ。間違い電話ですかね。いや、世界探偵機構との直通電話だから間違いはありえないけど。どなた様ですか？お名前を伺ってもよろしいですかね。名前か。あいにく名乗るための名前は当の昔に捨ててしまったが、通称ナンバーワンといえば諸君らも聞いたことがあるだろう。ワンだと？嘘だろ、マジで。先ほどは失礼な口を聞いてしまって大変失礼いたしました。まさかナンバーワンまでご登場とは。どうやらかなり大事のようだな。あの人、偉い人なんですか？ナンバーワンといえば世界探偵機構を束ねるトップの超探偵だ。世界探偵機構のトップ？普段は姿を見せることもない。故に誰も素性を知らない。探偵たちの間ではナンバーワンという通称だけが知られた存在だ。あの人が世界探偵機構のトップ？ただのジジイじゃ。ちょっと。では無事金井区にたどり着いた諸君らに私からの指令を伝えよう。今諸君らがいる金井区には恐ろしい秘密が隠されている。私はそれを金井区最大の秘密と呼んでいる。金井区最大の秘密？金井区最大の秘密は金井区だけの問題ではない。現在進行形で起きている世界規模の未解決事件とも関連している恐れがある。そこで諸君らに命ずる。迅速に金井区最大の秘密を探れ。世界規模の未解決事件を解決させるためにも。指令は以上だ。え、それだけ？もっと手がかりとかは？諸君らは何のために現地にいる？探偵なら手がかりくらいは自力で見つけたまえ。事前に情報を伝えたところで余計な先入観を諸君らに与えるだけだ。わかりました。世界探偵機構の理念は覚えているな。探偵は全ての謎を見逃してはならない。どんな真実であろうと必ず暴く。探偵はいついかなる時でも事件の解決を第一に優先させなければならない。完璧な解決、完璧な推理のためには全ての感情を捨て去るべき。それ研修中に毎日のように聞かされましたっけ？そう簡単には実践できませんけど。そうなの、ご主人様？全然覚えてない。いいか諸君、謎とは人類の敵だ。
世界探偵機構は未解決事件の存在を許しはしない。鋭利な英知と不屈の精神で必ず撲滅する。そしてさまよえる被害者たちの魂を真実という名の浄土へ導くのだ。誇り高き探偵たちよ、相当せよ。この世のすべての謎を。おいおい、聞いたかよ。ナンバーワンから直々に指令もらっちゃったよ。うまくやれば出世間違いなし。うわあ、やる気湧いてきたぜ。いやいや、そんな簡単な話じゃないんだって。ここに来るのに払った犠牲を考えればわかるだろう。カナイク最大の秘密って間違いなくアマテラス社が関係してるに決まってる。要するにアマテラス社の秘密を探れってことだぞ。あのアマテラス社を敵に回すんだぞ。全面戦争だな。世界探偵機構は本気らしい。争いはよくありません。戦争反対です。それを俺たちがこれからやらなきゃいけないんだよ。またまた、そんな冗談を。吹雪ちゃん、話聞いてなかったの？聞いていましたよ。ただちょっと考え事をしていて。聞いてないじゃん。それで所長はカナイク最大の秘密とやらに何か心当たりは？はっきり言って秘密だらけで、どれのことを指しているのやら。ただ一つ思い当たるとすれば、この降り続ける雨とか。世界規模の未解決事件と関連している可能性があるって言ってましたけど。そっちの方はさっぱりだ。まあとりあえずアマテラス社に忍び込んで手当たり次第に情報を集めたらいいんじゃね。そんな危ない真似はやめてくれよ。第一、手の届くところにそんな秘密があるとも思えないし。じゃあどうすりゃいいって言うんだよ。どうすりゃいいって、本当は何もしないのが正解なんだよ。ああ、なんでこんなことに。おいおい、しっかりしてくれよ所長。嫌な予感はしてたんだ。でもまさかナンバーワンまで出張ってくるなんて。ああもう、俺は静かに川の底に沈んでいたいだけなのに。なんだよ、そんなにやべえ話なのか。ああ、間違いなく命のやり取りになるぞ。しかもそれが日常的にカナイク全体を巻き込んで行われる。命をチップ代わりにするのには慣れている。むしろそれくらいが僕にはちょうどいいさ。君がそうでも俺はそうじゃないから。誰がそんなことを望んでいるって言うんだよ。そうだ、いっそ今の指令は聞かなかったことに。できないよな。今まで払った犠牲を考えれば、世界探偵機構がここで引けるわけがない。やるしかないのか。夜行所長、この町で起きる事件は全てアマテラス社保安部によって処理されている。ほとんどの場合は連中の都合のいいように捏造されたり隠蔽されたりするんだ。逆に言えば、彼らがそうやって隠そうとした真実がカナイク最大の秘密につながってるのかもしれない。彼らが隠そうとするもの、未解決事件の中に手がかりがあるということか。だが彼らの手によって真実を隠蔽された事件はこの町には山ほどある。
じゃあオイラたちのやるべきことは決まってるじゃねえか。え、首かしげてんじゃねえぞルーキー。未解決事件を片っ端からぶち壊してやんだよ。片っ端から？確かに、そうすればこの町のどんな謎も明らかになるね。仕方ないな。みんな聞いてくれ。できることなら永遠にこんな日なんて来ないでよかったが、いつかこんな日が来るだろうと心のどこかで思っていたのも事実だ。俺たちはこれから金行く最大の秘密とやらを暴く、この町を牛耳るアマテラス社を相手取ってな。だが十分に気をつけてくれ。連中はどんな妨害を仕掛けてくるかわからない。それでも命がけの旅を乗り越えてきたお前たちならきっとできるはずだ。この町はもう長いことずっと雨に閉ざされてきたけど、それももう終わりだ。どうか一緒にこの町を救ってくれ。だってさ、ご主人様、いいじゃんいいじゃん、楽しそうになってきた。キャッキャッキャー、ナノマルン。降り止まない雨の中、曲がりくねったネオンが輝く街で、僕はレインコートを身にまとい、失われた記憶を求めてさまよう。迷路のように入り組んだ排水管をたどった先に、どんな秘密が眠っているのか。まだ僕たちは知らない。真実を覆い隠す闇に立ち向かう探偵たちの物語が今始まろうとしていた。Thank you.